んにちは、はい、高橋文夫と申します。季節の行事やイベントなどに合わせたデコ巻きのほか、まあ、通常でも使えるようないろいろなものを巻いています。で今日は、これからの季節にふさわしくひまわりとヤドカリを巻いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では早速ひまわりを巻いていきたいと思います。ひまわりは、黄色いご飯、それからひまわり の、 あの中心の部分が茶色のご飯になります。で茶色のご飯はカツオのふりかけとか鶏そぼろとか、まあ、そういった茶色くなるような食材で色をつけていただければと思います。今日はカツオのふりかけで色をつけていきます。で中心部分はご飯が 50g 欲しいので、合わせて 50g になるような感じで準備いただければと思います。鶏そぼろとかそういったもので色つける場合はちょっと食材のそぼろとかが 重くなると思うので、そういった時はご飯の量を少し減らしていただければ大丈夫です。でこんな感じでご飯にふりかけをかけたら、ご飯を潰さないように混ぜていきます。ご飯をちょっとほぐしながら混ぜると全体に色がつくと思います。で全体が混ざりましたら、一度ちょっとひとまとめにしていただいて、のりで巻いていきます。この時の海苔の大きさは巻ければ大丈夫なので、全形海苔の半分の海苔の大きさがありますが、これよりはもうちょっとちっちゃくて大丈夫なので、ちょっと取っていただいて、茶色いご飯をのせて巻いていきます。でその時にここのご飯の閉じ終わりのところ、白いご飯でご飯のり代わりにちょっと潰してあげます。そうするとのりをこう巻いてきた時にしっかり閉じます。でこれでこういう丸い形で茶色の花芯が出来上がります。そしたら続いて花びら部分、黄色いご飯を作っていきます。黄色いご飯は全部で 100g 必要になってきます。色付けとしては錦糸卵やカレーのふりかけとか、そういったもので色をつけていただくといいと思います。でこれも黄色いご飯の状態で 100g 欲しいので、カレーのふりかけとかそういったものの場合はご飯の量がちょっと多めに、逆に錦糸卵とかで色をつける場合はご飯の量がちょっと少なめな感じになります。食材が混ざった状態で 100g、 で錦糸卵を入れるとちょっと最初混ざりにくいんですけれど、全体的にほぐすようにしているとちゃんと混ざってきます。で全部混ざったらこれを10等分にします。10等分なので、例えば半分にします。大体でいいです。で半分にしたものをさらにそれぞれ5等分という感じなので、こんな感じでまな板の上とかに置いていただいて、その時にあこれちょっと大きいってなったらちっちゃめのところにちょっと足してあげるみたいな感じでいいので、全部で黄色いご飯が10個できるようにしていきます。でこれが花びらになっていきます。で花びらは1個ずつ巻いていきます。
半分の大きさの海苔を3等分にします。で今6枚あるんですが、そのうち5枚を使います。で5枚をさらに半分にします。これ手で切りにくい場合はハサミとかで切っていただいて大丈夫です。でそしたらこの海苔の上に黄色いご飯を広げます。こんな感じで広げます。これが花びら10枚なので同じ作業を10枚分していきます。でそしたらひっくり返して真ん中ら辺でこう山になるように折っていきます。ひっくり返して山になるように折る。そしたら形をしっかり整えたい場合は巻きすで上から押さえて、この巻きすで山を作るようにしてしっかりギュッギュッギュッと押さえてあげます。そうするとあとはしっかり形ができるので、こんな感じで三角形をしっかり形を整えます。1本とも形が整ったら白いご飯を 50g 準備します。でこの 50g のご飯もちょっと細かいんですが、さっきの花びら同様10等分にします。半分にします。で半分にしたご飯をさらに5等分という感じで、ちっちゃい塊、ご飯の白い塊を作っていきます。さっき同様にちょっと多いなと思ったらちっちゃいところにご飯を移してあげれば OK です。そしたら、ひまわりの形を作っていきたいと思います。巻きすの上にまず茶色いご飯、花芯の部分を乗せます。ちょっと巻きすでコロコロして形をしっかり整えます。そこに花びらをくっつけます。しっかりくっつけます。で2本目の花びらをすぐ隣に、ここで隙間が開かないように気をつけてください。しっかり隣の花びらとくっつくようにくっつけます。で間に白いご飯を入れます。そしたら次の花びらも隣の花びらとしっかりくっつくようにして乗せたら白いご飯を入れます。ひまわりの花ができています。これを巻きすで軽くちょっとコロコロしてあげると丸く整ってきます。これでひまわりのお花ができました。でこれをあとは最後に糊で巻いていきます。この半分の大きさの糊を出したら置きます。でここにさっきと同様にご飯糊をつけます。ご飯糊つけたら手前からそのまま転がしながら巻いていきます。で巻き終わったらこれを横のご飯をちょっとギュ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 ッと中に詰めてあげます。反対側も同じです。でこんな感じでコロコロしたら完成です。で切るときは巻いてすぐだと海苔がパリッとして切りにくいので、ちょっと時間を置いてから切ってあげるといいです。
が、今日はそのまま切っていきたいと思います。包丁の刃先を水で濡らします。切るとこの印をつけます。4等分か5等分ぐらいがちょうど切りやすい大きさになります。でそしたら巻き簾をちょっと切るところ少しずらしたところに、置いて、こうやって持ってあげると力が分散して形が崩れにくくなるので、こんな感じで巻き簾をかぶせて切っていきます。で包丁は素早く動かして下ののりまで切ります。こういう感じでひまわりができます。